江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。皆さん、今回はですね、こちら韓国に史上最悪の酷暑が到来かということでね、まあこれは別に、まあ日本もだいぶ暑いんで、あんまりよそ様のことは言えないんですけれども、まあ韓国でこういう記事があったのでご紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。くーちゃん、お願いします。史上最悪なんだ。最低でもあと10日は今のような猛暑が続く見通しである。猛暑の勢いが強まる中、5年ぶりに昼間の最高気温40度を記録した。気象庁は4日午後3時33分、景気通り周支点東面に設置された自動気象観測装置 AWS が40度を記録してと発表した。AWS の気温が40度を突破したのは2019年8月5日の安藤市以来5年ぶりである。AWS の気温は参考資料であり、公式記録、代表観測所の気温で40度を超えたのは最悪の猛暑と呼ばれる2018年と1942年の2回のみである。毎晩熱帯夜が続く天気は少なくとも降伏節8月15日頃まで続くと見込まれている。チベット高気圧と北太平洋高気圧の二重高気圧が朝鮮半島を覆い、史上最悪の猛暑を記録した2018年と同じ状況が再現されるのではないかとの懸念も出ている。現在チベット高気圧と北太平洋高気圧が朝鮮半島周辺を覆っている。二重高気圧が布団のように朝鮮半島を覆っている状況だ。チベット高気圧が占める大気上層は高気圧圏で発生する断熱昇温現象により、中下層は北太平洋高気圧から高温多湿の空気が流入し、降り注ぐ日差しによって空気が温められ気温が高くなっている。断熱昇温とは、断熱状態で空気の体積を縮小させると温度が上がる現象を指す。つまり大気の下層から上層まで全層に熱い空気が満ちている状況なのである。前日、京南針山の最高気温が 39.3 度を記録したのに続き、この日の午後1時49分頃、京畿離周辺東面の気温が 39.0 度まで上昇した。気温が40度に迫る地域が相次いで出現し、2018年8月以来6年ぶりに各地で40度台の気温が記録されるのではないかとの見通しも出ている。最終春ら山を除く全国に猛暑特報が出されている。気象庁は現在猛暑を引き起こしている気圧に当面の間変動がないと見ている。気象庁は4日午前10時に発表した中期予報で、7から14日の気温が朝23から27度、昼30から36度と平年気温を上回り、今と同じレベルを維持すると予想した。全国的に最高体感温度が35度に達し、毎晩熱帯夜となる状況が続くと見込まれている。1994年と2018年にも今のようにチベット高気圧と北太平洋高気圧が例年よりも強く発達し、朝鮮半島を二重に覆うことで記録的な猛暑が発生した。1994年と2018年を比較すると、2018年にはチベット高気圧と北太平洋高気圧がより強く幅広く発達した。2018年の猛暑が史上最悪の猛暑として記録された理由である。2018年8月1日、荏原道の高専で気温が41度に達し、初めての数値に気象庁の職員が現地に行き、真の値かどうか検証したこともある。気温が40度以上を記録した事例は、これまでに7回ある。1942年8月1日のテグ 40.0 度の事例を除き、残りは全て2018年に発生した。2018年8月1日のソウルの気温も、まだソウルの気温の歴代最高値である 39.6 度に達し、40度に迫った。今年の夏の猛暑が2018年の猛暑に及ばない理由を一つ挙げると、低緯度から高緯度へ熱を輸送する台風という変数がなかったという点である。しかしまだ8月初めで夏が長く残っており、今年の夏の猛暑が史上最悪の猛暑として記録される可能性がないわけではない。まず、チベット高気圧と北太平洋高気圧が朝鮮半島の上に重なり、北太平洋高気圧の縁を通って高温多湿の空気が流入し、熱が入ってきて出ていかない状態、つまり熱が蓄積し続ける状況が起こっている。また、現在がチベット高気圧と北太平洋高気圧の最盛期ではない可能性もある。
2つの高気圧の勢力が最も強い時に猛暑も最盛期に達するが、8月初めに2つの高気圧が最盛期を迎えることは多くない。今後さらに深刻な猛暑が訪れる可能性もある。はい、ということでね、まあ渓谷さん暑くてね、今亡くなってる人がいるんですよ。はい、じゃあですね、ちょっとウィンディの方を見ていきたいと思います。こちら、はい、こんな感じなんですけどね。海道涼しそうな、涼しい。17度だって、北見稚内15度だって。あー、はい、ということでね、渓谷さんも暑いんだね。これ今の時間帯だから、明日は明日の8時東京暑いぞ福岡32になってるぞ、おい大丈夫かこれ大丈夫かこれ韓国どうでもいいや福岡32になってんぞ、おい。で韓国さんは、韓国は別にそんな暑くねえじゃねえかよ、おいソウルは、ソウル30度じゃんはい、ということで、まあ韓国さんにとっては韓国史上ですから、ダンクン以来の最悪のまあ酷暑ということでね。まあ大変だね。はい、じゃあですね、こちらに対して韓国の反応見ていきたいと思います。はい、それではですね、1人目こちら、エアコンなしでは生きられない、故障したら恐ろしい。ちょっと待って、もう一回言わせて、反応が鈍い。おい、エアコンなしでは生きられない、故障したら恐ろしい。22.0、冬の方が夏よりはマシなようだ。22、暑いのではなく暑すぎる。15.0、家で料理していたら本当にめまいがするほど暑かった。ガスの火の前に立っていて慌ててエアコンをつけた。普通の暑さではない。40、台所はね、子供たちも注意しなければならないようだ。本当に暑すぎるこの夏は。40、天気が狂ってるみたい、ヘトヘトだ。20、これもすべてムンジェインのせいだ、ムンジェインを撲滅しろ。20、さっきのあの慶尚南道のなんだ、針山か梁山か、これムンジェイン前大統領が住んでるとこですね。猛暑に毎日苦しんでいる人が多いです。こういう人々のために国があるのではないですか。20、それはどうだろう。はい、次、アフリカ、東南アジアに負けずを取らず、我が国の夏も恐ろしい。うちの国の夏の湿度がすごくて世界でも上位だ。10、脱原発非核化が解決するだろう。22、ユンソクヨルと国民の力党は猛暑対策がないのか。11、でもあんまり暑くなるようだったらね、あんな水で遊びたいのか。11、外に出るなと言ってるのに全然言うことを聞かない。スーパー猛暑が人を殺すな。この暑さの中で海水浴をするのか。わら、あの炎天下に子供を連れていく無分別な親はいないだろうね。68、誰が化石燃料をどんどん使って地球温暖化させろと脅迫したのか。30、はい、ということでね、それではチャットの反応いきましょう。まあ渓谷さんも暑いみたいですけれども、じゃあ上の方からいきますかね。お前ら電気使いたい放題だろ、クーラーガンガンだろ、わら。そうだよね、渓谷さん電気代安いかんね。夏の東名高速の路面温度は60度やで、わら。佐野41度いったね。お前ら朝鮮って集計できてたのか。まあチベット高気圧の件を話しても渓谷人は理解できないから無駄な説明だな。1942年の記録は日本が記した記録か。200年に一度とはこれいかに、わら。1942年、そうだね。暑いなら北進したらええやん、 W 肝が冷えるで、わら。冷たい人間ばかりなんだから、そんな気温なんて気にするな、けんちゃなよ。いや、あいつらほらあれ食ってるからさ。高気圧発達したらダブル台風できるぞ。大韓航空があれでしょ、辛ラーメン出すのやめたんでしょ、火傷するから。半島が5000年間部人だった理由がわかるような気がする。
日本だけ40度で他低いのが話題になってるね。南国鹿児島なんて言われてたのは過去の話やなわら。渓谷製のエアコンじゃすぐ壊れちゃうから気をつけてね。何もかも垂れ流しの海に海水浴ですか。この夏渓谷さんはスマホと電気自動車熱暴走で爆発しないように気をつけないとね、わら。こんなに暑いと太陽光発電も効率が激落ちくわら。そうなの、太陽光発電って暑いと効率落ちんの。そうだ、今こそコンセントから水が出るシステムが役に立つんだな、わら。最近のお母さんは外で子供を遊ばせられないから大変だろうと思う。昔は外で遊んでらいいってほっぽっても大丈夫だった。暑すぎて。あ、そう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 。あれ、写真ありました？これなんですけど、どれだっけな。あれ、写真ないか。あ、これ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 。あれ、どれだっけな。っけな。あ、これ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 。これ。暑くて、暑くて野球中止になっちゃった暑くて野球が中止になっちゃったんですよ、酷暑で、うん、まあ日本の場合はあのドーム球場が多いんで、まあそんなことないんですけど、渓谷さんは中止になっちゃったんですね。これグラウンドがなんだっけな、グラウンドが50度つってましたよ。はい、まあそんな感じでね、渓谷さん大変みたいですね。それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。あ、確かにそうだよな、昼間にやるなよって。そうだよなではまた。